カスが読む。異能者たちの組織である裏海より烏森に派遣された鬼使い。ヨミは時根の父、雪村時男とは旧知の間柄であるようだった。どこか抜けたところのある黄泉に、ヨシモリは警戒を解くな。時根は幼い頃に死に別れた父との辛い記憶を蘇らせてしまう。そんな時根をヨシモリは必死に気遣う。美しき鬼使いの。あのさ、今日いいもん持ってきたんだ。今俺チョコレートケーキ焼くのにハマっててさ。あんたまだお菓子の城とか行ってんの？ なんだよ、いいだろ。別にいいけど。それでさ、結構うまくできたから、これ一緒に食べ。来たね。くそ。匂いが弱いけど近いね。 ayakashi の匂いがするね。めっちゃ高い。
次の場所に行かないかい？
次の場所に行かないかい？
でも戦えるようにしときな。周りをよーく見てみな。こんな甘い子が正統継承者なんて世の中理不尽。あんた一体。ヨミさん。いいよユキ、出といて。鬼。鬼使いのヨミ、このカラスモリの地乗っ取らせていただきます。いいこと教えてあげる。私あなたの父親大っ嫌いだった。あの男いつもヘラヘラ笑ってるだけ。だったらおとなしくしてればいいのに。ただの無駄死にを。意味なんかない。意味ないっての取り消せ。あいつの父さんは自分の大事なものを守ろうとしてた。無駄死になわけねえだろ。あいつに謝れ。そうね、私が間違ってたわ。あなたが一番。Yeah!
よき、このカラスモリの地で、あなたはもっと強く、もっと強く。すごい、すごいわ、よき。変われない。